よし、じゃあこれが2年3組文化祭実行委員7人のグルチャだね。男女混合7人ライブグループ。なあみんな、こんな噂を知らないか。ライムのグループチャットで誰も気づかないうちにメンバーが1人増えているって話。俺ら7人だよな。1、2、3、4、5、6、7。あれ一人多くね。そうなんだ。知らずうち一人増える。その噂には続きがあるんだ。どんな？俺も聞いただけでよくは知らない。だがそれに気づいてしまったら、メンバーが一人一人と減っていくらしい。減る、減るってどういうこと？消える、あるいは死ぬ。まあ8人を7人と勘違いしてただけでござろう。聞いてくれ。最初は俺も勘違いだと思ってた。だが過去ログを見返したら、7人で集まってとか7人全員でとかの言葉が出てきたんだ。だから今日それを確かめたかった。山本、それは？これ大塚くんの後ろに座っていた人が落としていったの。ただの落書きみたい。そいつどんなやつ？私らと同じくらいの年だったかな。男？女？わかんない、ずっとフードしてた。おいおい、すげえ本気モード。気合い十分でござるな。なんだ、撮影し始めた。動きキモ。初めてだろう。棺が！死人からのチャットは、グループチャットオブザデッド最新コミックス絶賛発売中。